ちゃくちゃ腰が痛いんですけど、今日は配信夜がちょっとできなそうなので、昼、誰もいないであろうこの時間にやります。でね、ちょっとね、あれなんですよね、電波がまた悪いところにいるので、もしかしたらぐるぐるしちゃうかもしれないので、ぐるぐるしちゃってたらごめんなさい。更新を押していただけるとまた見れるようになると思うので、はい、お願いします。ごきげんよう。月のように輝く。今考えたらこの挨拶の分すごいな。なんか天文学者とかになりたいな。天文学者に。素敵な挨拶ですよね。うん。だってさ、月ってさ、すごいさ、なんかあれなんだけどさ、太陽の光を反射して輝いてるわけでしょ。いくらさ、太陽が明るいからって言ってもさ、すごすぎない？でも月が地球に近いからなの？それは。すごいね。考えてみ、すごいから。しかもさ、光の速さ？うちらに届くまでの速さがあるから、何年前かの光が届いてるんでしょ。すごくない？そう考えたらさ、天文学者になりたい。でも数学できないと無理だよね。やっぱやめた。壮大だよね、宇宙ね。いや、すごいわ。宇宙について考えるの好きだからさ、私。でもさ、じゃあ他のなんだ、月とか火星とかさ行ったら地球も光って見えるってことなの？地球も太陽の光反射する？すると思う。すごい。すると思うって何？そんなんか一存で決められるの？すると思うってどういうこと？あんたの一存で決めれるわけ？いや、すごいね。
球光ってるんだ。でもさ、月から見た地球とかさ、見てみたいよね。宇宙旅行できます。1週間地球に帰ってこれません。1ヶ月か、1ヶ月地球に帰ってこれませんだったら行く。しかもめっちゃ体力つけないとダメだよ。私は絶対行けないけどもし体力があって、だって1ヶ月ぐらい行くよね、1回のあれで、あの測量とか観測とかする人たちは。1ヶ月長いな。宇宙ステーションで勤務する人たちはそのくらい余裕で。宇宙ステーションって勤務してる人いるの？宇宙ステーションって勤務してる人たちいるの？すごい。どんな気持ちで宇宙に行っても何するんだろうな。私だって電波も通じないわけでしょ。訓練も大変と言いますよね。しかもなんか試験みたいのあるよね。なんか基準値に満たないといけませんみたいな。 YouTube 見れないと辛い。いや YouTube どころか、もうさあテレビも見れないし何もできないってなったら。そう。でもじゃあ宇宙旅行プレゼントしますって言われて1ヶ月宇宙に行けますって言ったら行く？プレゼントだよ、もう別に何も考えなくていい。ゾゾタウンの社長ってもう行ったの？宇宙。とりあえず言っとく、まあ、人生経験にはなるよね、どう考えても。たださ、まあほぼというか宇宙食でしょ。でご飯もあんまりちゃんとしたものは食べられないくって、綺麗な景色見れるけど無重力でみたいな。それでも行かないかな。そうだよね、私も行かないなインドアだからインドアだから行かないな。行っとくんだ。でも行く人すごいと思う、マジで。オタ活できないので行きたくないかな。家が一番。いやそう、だって私海外行っても家がいいって思っちゃうタイプなので。てかそれこそなんか観光地、俗に言うなんかなんていうの、海外まで行ってさ、いろんなあるじゃん、歴史的建造物だったりそういうものを見るよっていうの見たとしても YouTube で見れるくねってなるのこれほんと良くないよね。日本から怖くて出られないか行かない。いやそう、でも本物見る方がそんなに価値があるよとかさ、なんかまあよく言われるじゃん。だけどさ、結局家でさカップラーメン食べながらさ YouTube 見てるのが幸せなのよ なんか手続きして高い金払って、で空港でなんとかかんたらされて入国審査受けて
もうホテル探して、でなんかね、治安の悪い国だったらスリとかに怯えながらさ、騙されたりするわけでしょ。で言葉も通じないしさ、もう全てがめんどくさい。私からしたら全てがめんどくさいの、もはや。で神経も使うし、潔癖だからね、水は飲めないしって思ったら、なんか一回の海外旅行に何十万と使うより、日々の QOL を上げた方がいいって思っちゃうそういうタイプです、私は。だって行かなくても生きていけるんだもん。なんか若いうちにいろんなところ行った方がいいよとかさ言う人いるけどさ、マジでその考え理解できない。なんかだって日本好きなのに、なんでわざわざ。日本最高よ。え、そうだよ、治安悪いとはいえど日本はまだいい方だと思うし、内戦とかね起こってないしさ、なんか地域の紛争とかもないしさ、ご飯も美味しいしさ、綺麗だしさ、海外行くと価値観変わるよって言われるたびに、なわけないやろって思ってるそう、価値観変わるのかもしれないけど、なんだろうな、私が海外という海外に行ったことないのもあると思うけど、まあそう、旅行とかでね、仕事ではあるよけど、なんかあんまりなんかそこでの経験で何かが変わったってことはなかったかな。っていうかなんか日本でよくねってなる日本でいいやん、何が嫌なの。それでもね、海外好きな人はいるよね。そのさ、じゃあ例えばさ、ザ観光地で言うとどこだ、ハワイとかそういうところに行ったとしても帰りたくなっちゃうかも。っていうかなんか地図にさ、地図がさ、だって沖縄とか行くだけでも私ちょっと不安だもん。なんか家にいないことの不安、家から遠いことでの不安、もしここで今何かあったらみたいな。日本が一番。そうだよね、うち最高なのよ。だから宇宙とか絶対行かないな行ってもさ、 YouTube 見れるならいいよ、環境設備をしっかりしてくれてるならいいけど、あ、だからあれだったらいいよ、映画のウォーリーみたいなウォーリーみたいななんか椅子とか全部全自動で動いてくれて、ジュースって言ったらジュース出てきてみたいな、ああいう感じなら行ってもいいかなと思うけど、ウォーリーみたいに出ぶっちゃになっちゃうんだろうな。快適だよねあれめっちゃ快適なんよ、いいなと思う。
ていうか多分私が今腰痛いからだと思う。なんか健康な時に同じ質問されたらまた違うかもしれない。私は今本当に腰が痛くて動けないから。腰大丈夫でしょうか。腰ね大丈夫だよ。そう今の気持ち。やばい、また鳥に話しかけられてる。本当に私のこと好きなんだから。よいしょよいしょよいしょ。自然治癒しますように。マジで痛いんだよ腰。終わってるマジで。なんかさ湿布は使ってるよ。湿布というか なんて言うんだろう、冷やすやつ。湿布の匂いで気持ち悪くなっちゃうから冷やすやつ貼ってるのと、あとね痛み止めも飲んでる。痛み止め飲んで効いてきたらようやくちょっと動けるかなぐらい。酔うね、酔うというかなんか匂いがちょっと苦手で、めっちゃ病院みたいな匂いするじゃん。あれがねちょっと苦手なんですよね。痛み止めの効果があってよかった。うん、薬って匂いするよね。そうそうそう。痛み止めはねバリバリ食べてます、ラムネのように。これ言うとみんなにいつも「えそれは大丈夫なの？」って言われる。けど痛み止めはいつもラムネのようにバリバリ食べてるので、はい。それは心配になります。そうでしょう。待って、かゆい。よいしょよいしょよいしょ。痛み止めも自分がラムネだったかと錯覚するレベル。あ、痛み止め側がね。よいしょ。たたたたたたた。
あー痛い。なんでこんなことになってしまったわけ。どうして私ばっかりこんな不幸に見舞われるわけなの。ごきげんよう。なんか配信よくやっててさ思うんだけど、なんか人と喋らないからさ普段。この感じでさ、なんか適当に喋る癖がついちゃってさ、なんか一生懸命説明されててもね、人に、あーはいはいみたいな、なんかオフで人前に出ていい免疫がついちゃって全然良くないんだけど、そう、それでなんか全然ね、最近はねもう人の説明も聞けないし、もともと人の話聞かないタイプなのに余計聞かなくなってきて、そう良くないんだよね。良くないってことは分かってるんだけど、明日はきっと、今はその歌の気分なのね、彼は。いつも歌歌ってる、コメントで。なんで？謎。謎は深まる一方だ。2割ってさ、変な人多いけどさ、なんか、普通になろうという努力しないよね。ずっと変なままだよね、何年も。人と喋らなくてよければ、できる限り喋りたくないです。喋りたくないよ、もうめんどくさい。一直線に変な方向に突き進んで、で、変な人多いんだけど、2割。私のファン、みんな、なんか、変だよって、私が声を大にして言ってるのに直す気ないよね。なんなの？変わってるって言われるのが褒め言葉です。え、昨日っちゃ NTP？ ENTP かな、 ENTP な気がする。INTP ってさ、変人って言われるんだけどさ、2割の皆さんはお優しい方が多いと思う。あ、優しいは優しい。優しいけど、それを凌駕する勢いで、変。変な人たちって感じ。さっきの話したらさ、ウォーリー見たくなったな。ウォーリーってやつ知ってる？あれさ、結構さ、忘れられがちだけどさ、名作だと思うんだよね、私。ディズニーで言うと、なんかこんなこと言っちゃあれだけど、ちょっと地味な作品なんだよ。プリンセスも出てこないし、セリフもあんまりない。けど、結構名作。
宇宙旅行か、宇宙した、宇宙なんか3日2泊3日とかなら行ってもいい。いいな、2泊3日だったら行ってもいいな、全然。いや2泊もしたくないな、1泊2日だな。どんどん短くなる。いや1泊2日ぐらいで帰ってくれるんだったら全然、うん、行ってもいいけどっていう。なんかさ、スター・ウォーズでさ、星と星を移動するためになんか瞬間移動みたいなの使うんだよ、知ってる？瞬間移動、なんかねあるんだけど、そういうのが、わ、そうそう、ワープみたいなの、そう、なんかああいうので、なんかさ、宇宙に行くまでの G っていうの、その重力とかに耐えたくないから、ああいうので地球の陸上から宇宙にシュンって行って、でなんか1時間ぐらいだけこう水族館みたいなこう見て回って、すぐまたそのワープで帰ってくるみたいなのだったら最高だよね。そうそう、それもプラネタリウムでええやろってやつ。でもさ、私の地元山なんですけど、めちゃくちゃ星が綺麗に見えるんですよ、夏とかも。なんか本当にプラネタリウムぐらい綺麗に見えたり、なんか天の川とか、まあ、街灯がめちゃくちゃ少ないから、なんかすっごい綺麗に星空が見えるんですよ。で、なんか星座早見表って覚えてる？あったよね、星座早見表。私大好きで、それ見て何座何座ってちゃんと覚えて、だから未だにどの方角にどの星が出てくるか分かるんだよね、どの時期にどの星座がどこに出てくるみたいな、めっちゃ覚えてて、私の星座早見表だけボロボロだったんだよね。あれめっちゃ好きだったの。そう、科学とか大っ嫌いだけど実験系とかね、アルコールランプとかさ、ああいうのは嫌いだけど、あの星の話だけちゃんと聞いてた。教科書もそこだけアンダーライン引いてた。星座はいいよね。え、なんか女の子いる？女の子を聞いてる？いないか。女の子、まあ聞いてないんだったらちょうどいいわ。なんか男の人って、男の人ってね、なんか星、星座とか、あと道に生えてる花とかを女の子に教えてもらうと、その人イコールその花っていう覚え方を脳がするんだって。だから
好きな男にこの花見たらリカのことを思い出すって言われ、そういう風に言われたければ積極的に教えた方がいいらしいこれはなんていう花だよってこう、そう教えたらもうその人はその花を見るたびにその子のことを思い出すから、そうこれはね技ですよね積極的に教わろ教わるような女の子いるの？周りにいないでしょ？終わった終わったとかさ、冬の時期にじゃあ例えばオリオン座があそこに出るよって言ってオリオン座を教えるとするじゃん。そしたらその人がオリオン座を見つけるたびにその女の子に記憶が紐づくようになってるから、結構一種の魔法だよねこれ。だからいろんな女の子が買っちゃうと良くない。そうでも私めっちゃ花の名前詳しいから積極的に教えるようにして、あちょっと待って、なんか電話来ちゃった。ミュートにしてるんで言っていいですよって言ったら、それはちょっと見てる人に悪いからって言って切られちゃったマネージャーさんでしたね。はい、ちょっと花の勉強、花の名前勉強して決まってないじゃない。私のオリオン座な、オリオンとかはさ大体わかるじゃんみんな、けどなんかカニ座とかわかんないでしょ、乙女座とか。わかります、なんと私。でもなんか明け方にしか見れない星とかもあるんだよね。みんなさあれ見たことある？あの星がさ、星のなんか時間経過で光のなんていうの、その進行、星がどういう風に動いたかみたいなのをなんか光の線みたいになって見えるやつ、あれで見てたらわかると思うんだけど、なんか地平線に近いほど見える時間が少ない。だから私たちの真上を通っていく星座はよく見えたりするんだけど、見える時間も長いしね。そうけど、あのなんていうの、地平線に近いほど私たちが見てる、見える時間が少ないというか、すぐ朝になっちゃうから、そうなんか難しいんだよね。
でも星というのはですね、あの長く見てれば見てるほど見つかるから、なんか目が慣れてくるっていうの。本当に長い間我慢してこう目を凝らしてると、どん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 あそこにも星ある、あそこにも星あるってなってってよく見えるようになるから。でもさ、みんなロマンチックじゃないからさ星を見てる時間とかないでしょ。ロマンチックじゃなく星を見上げる時間とかないでしょ。確かに星が見えない。出たー港区だから港区は星が見えないらしいです。皆さんさすがですね。私さ、だってあの半身の時にさ、俺ここなんて小鳥が私に話しかけてくるんだよ、私姫すぎてチュン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 って。やっぱ港区は星が見えないのか。半身の時にさ、なんか神社の祭りがありますみたいな言ってたじゃん、きのっちが。私まず港区に神社あんだって思ったなさそうなめてる怒られるこれ港区になんか祭ることなんてあんのって思っちゃった。あったみたいです。神社仏閣めちゃくちゃあります。あ、そうなんだ。へえ。そう、あれでしょ、なんかさ、新海誠なんだっけ、天気の子のさやつみたいにさ、ビルの屋上とかにあるんでしょ、どうせ。星が見えないは確かに。となって、え、マシは千葉でしょ、なんで出身地まで覚えてんだよ。私は千葉なのにさあ、確かに千葉もでも都会か、言うてね。ビルの屋上かなにお墓があったりします。こーわこわ、それめっちゃ怖いねフフフ、記憶力すごい。いや、合ってるか分かんない。あ、今日のね、このなんだっけ、帯目アートはうましーが作ってくれるやつです。千葉寄りの東京で、あー言ってたね、そうだそうだ、千葉寄りの東京って言ってたの。私それがすごい頭に残ってた頭の上にお墓、まあそう物理的にはそういうことになるよね。嫌じゃない、そのお墓があるさ、ビルで勤めてるとかいう人。でもさ、わかんないよね、だって高すぎてさ見えないじゃん、屋上なんて。港区の建物、え、港区って何がある、六本木と何があるんだ、
白金、あー白金ね、虎ノ門、虎ノ門ヒルズってあるよね、な行ったことあるわ。青山、新橋、あ新橋もなんですか。新橋もなんですか。汐留も港区だった。汐留全然行かないな。品川駅の位置も港区です。品川なのに。そうなの、品川区じゃないんだ。え品川区ってあるよね。ちなみに品川駅の位置も、えどっちもなんか2つ入り口あるじゃん。入り口っていうかあのさ、新幹線に近い方と在来線に近い方、なんて言ったらいいんだっけ。あどっちもなんだ。へえ、品川駅ひんどい近くで勤めてるもんねそれも詳しい全部言う全部言うやつ。高輪口と、これ読めるよりか教えてもらったから、江南口ですね。あ江南口か、よく聞くかもしれない。すごいで、そうそう、え品川、え待って待って、品川、あれあるよね、天王洲アイルこの間覚えた、天王洲アイルあるよね、天王洲アイル。個人情報の宝庫ちなみに目黒駅はしたこと、へえそうなんだ、難しい、一個ずれればいいのにね、そしたら一個ずらしたらいい感じじゃないの、結局地名を。天王洲アイルと東京テレポート、え待って、東京テレポートはあれだよね、フジテレビの近く、違う、あ違う違うっけ。うえーすごいすごい、私すごくない。そっち方面もあんまり行かんな。もう最近嫌だけど、あの事務所もほら新宿方面にありますし、もうその辺か、まあ、上野とかはよく行くけど、今港区内5カ所のセーラームーンゆかりの地にマンホールが設置されてます知らねえよ私のショールームを自分の宣伝に使うな。まあいいけど全然どうも広報担当中井理香です。そう、木の内があれだよ、港区の観光大使で私が広報担当だからね、木の内港区のこと全然知らない港区のこと全然知らない星見えんのとか言ってた神社あんのとか言って挙句の果てには港区の女嫌い
でもさ、大体さ、港区に来てるやつが生きてんだよな。港区にもともと住んでる人たちからしたらいい風評被害なのよ。多分ね、私が思うに。港区に、そのもともと住んでる人たちは、別に何も悪くないのに、なんかよそから来てる、なんかちょっとほんと東京郊外とかから宅台出してもらって来てるような女が生きてるだけであって、港区で、港区のもともと港区の人たちはそんなんじゃないんだよ。そう、それがね、すごい悪い風に今 SNS とかで広まってるから、それはちょっとね、なんていうの、風評被害というかね、あれやだよね。さすがリカちゃん、もはや観光大使やめようとすな、自分の仕事をなすりつけるな私の親は港区出身ですね。そうなんだよ、だって港区出身の方々なんて多分さ、結構なんかお上品な方とか多いと思うよ、ちゃんとした方というか。なのにその今の若い子たちの流行り言葉じゃないけど、港区女子みたいのが出てきちゃったから悪いイメージになっちゃってるっていう。そういうなんか港区女子とかがさ、なんか前よくも悪くもパパ活とかさするじゃん。でもそういう人たちって港区に来て飲んでるだけであって、もともと港区に住んでるようなちゃんとしてる子たちは実家太いからそんなことしないのよわかる？言いたいこと。私がだってそうじゃない？実家が港区が極ね、わかる、実家太いんだから。そういう子たちは結構上品に育つからそんなことしないと思うけどね。そう、まあ都会が都会なだけに家庭環境が複雑でみたいな人は全然いると思うけど、別になんかそこに悪いイメージ持つのめっちゃ風評被害だなと思うもんね。私、自分が港区出身だったらめっちゃ腹立ってると思うもんなんなん港区女子ってみたいな。だってさ、出身はって聞かれて港区ですって言ったらさ、うわー港区女子だとか言われたりするんでしょ。ちげえからそういうんじゃねえからって思う。でも六本木とかもそうだよね。六本木がそこに位置してるのが良くないのか。西麻布とかよくね、なんか飲み歩く人たちが行くようなところじゃん。港区の女子じゃなくて港区にやつ、そう、港区に夜集まってくる女子がそういうことを言われてるわけであって、結局あの宅地系出してもらって電車で帰りますみたいな宅台ケチって電車で帰りますみたいな、宅地系出してもらってるのにみたいな、そういう子たちが港区って呼ばれてるんじゃないかなと私は思います。持論ですけど。理科はね、富山女子理科は富山女子、白エビおいしいよ急にかわいい急にかわいい、うん、富山女子、富山女子は港女子、港区じゃない、港女子港いっぱいある、
ホタルイカたくさん取れる。みんな飯うまいよ。リガは富山女子。いいな。富山女子はどうですか皆さん。でもなんか富山と新潟の魅力をそれぞれ語ってくださいって言われた時になんか富山はさ自分が生まれ育った地だからさもう当たり前すぎて環境がなんかそんなに出てこなかったら新潟ポン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 出てきてすごい焦ったもんねやばい新潟の方が多いどうしよう富山の人たちに怒られる新潟はさ私が大体まあ大人になってからっていうか成長してからその長くいた土地だからその方が見つけられるっちゃ見つけられるじゃんそうそうだからなんか富山と新潟のいいところをそれぞれ教えてくださいとかって取材で言われた時になんか新潟の方が多くねってなっちゃうんだよねこれがそうなるとちょっと焦る、うん、富山もいいところなんだよもちろんただその富山ってね住んでて幸せになれるところなんですよそれが一番だよってよく言われるんだけどなんか観光とかそういった意味でいいところありますかみたいなのじゃないんだよね飯うまい水きれい魚うまいあと自然豊かみたいなあとはもう文化的なねのになっちゃうからそうそうだからなんかどっちかっていうと住んでていい場所新潟はさ観光も充実してるじゃんなんかまあね都市とも言われますから観光も充実してるしなんか新潟のいいところってなんか自分たちのセールスポイントちゃんと分かってる富山はね分かってないでね最近新幹線来たからまだ売り方とかそういうのがあんまり分かってない新潟の人たちはもうどこをどう回ってどうやって観光したら素敵な観光になるかっていうのをすぐ説明できたりするからそういうのがでかいと思う富山はなんか住んでる人たちが幸せっていうイメージだなと思うでも私も何かどっちも好きだからさどっちのいいところも伝わってほしいなってすごい思うけどね。これからもっと外国人観光客増えそう。いやもう今どこ行っても外国人すごいよね。どうしたらいいの海外の方々すごく多くて、だから逆に言うと英語喋れる人の需要がすごいと思う。英語喋れるみんな。
I'm fine, thank you. あらぐりゃできない。ノンノン、おもろ。I don't speak とかじゃなくてノン。喋れなそう。ハローリカちゃん。ちょくら喋、まあホッカーさんはね、わかんないけど、見た目が外資系だから。見た目が外資系パワーワード。本当だ、ほとんど喋れないですね、ほとんどね。そうだよね、うちのあれは濁すけど、うちのあれはあの後ろで喋ってる海外の人たちの言葉とかをなんて言ってんのって言ったら全部わかるんだよ。あの海外留学経験があるようで、そうそう、だから喋れるんだよね。ムカつくんだよね。うん、でもリスニングの方が得意なのかな、どっちかっていうと。語学力よりコミュ力でか。ボディーランゲージね。え、でもさ、昨日中はその昨日中顔でなんかできそうだ、なんか顔芸、顔芸顔芸でいけそうじゃない、海外の人とコンコンタクト取るのに。顔芸してたらなんか分かってもらえそう。お母さんは見た目が外資系だよ。待って、痛い、腰が痛い、とても痛い。よいしょ。ふう。たまにね、ズキズキくるんだよね。多分このお薬効果が切れてくるとそうなる。たまにズキズキわかる。先輩先輩、ぎっくり腰の先輩方がたくさんいるから。先輩教えてください、いろんな対処法を教えてください。なるべく楽な姿勢でね。うん、それはね、大丈夫だよ、ありがとうね。経験者いるの心強いね。経験者は語る。ぎっくり腰で手術までね、怖い、やだ。